マリー・ストープスマリー・ストープスは、スコットランドの植物学者、作家、女性運動家である、エディンバラに生まれた。父親は、人類学者のヘンリー・ストープスで、母親のシャーロット・カーマエケル・ストープスは有名な、シェイクスピアの専門家で、スコットランドで最初に、大学教育を受けた女性である。ロンドンで育ち、12歳まで母親から教育を受けた。 エディンバラのストリート、ジョージスクールで学んだ後、女子校のノースロンドンコレジエート校を卒業した。ユニバーシティカレッジロンドンで植物学、地質学を学ぶことを許された。古生代の地層から新たに発見された植物化石に強い関心を持った最初の女性となり、その化石の研究は高い評価を得た。植物学と地質学、地理学の学位を得た後、 ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの植物学研究所に進み、1904年に自然科学の博士号を取得した。博士論文のテーマは、ソテツやシダの種子の構造に関するもので、絶滅したシダ種子類の確立に重要な役割を果たした。1904年にマンチェスター大学の最初の女性科学研究者となった。1904年にミュンヘンで知り合った。 日本人植物学者、藤井健次郎について、来日し2年間日本で、共同研究し中世代後期の地層からの新種の植物化石を藤井と記載した。1908年にイギリスに戻り、再びマンチェスター大学で働いた。カナダの地質調査や、ランカスターの植物化石の有名な産地のフェルーン、レッチェスなどで仕事をした。1913年から、 ユニバーシティカレッジロンドンの古植物学の講師を7年間、務めた。著書に、白亜紀の植物やザ・コンスティチューション・オブ・ゴール、フューエルなどがある。1909年に、ロンドンディンネ協会の会員となった。1911年、カナダの植物学者、レジナルド・ラグルス・ゲイツと結婚したが、1916年に、離婚。不幸な結婚生活の経験から、 性の問題について研究し、三次制限運動や性教育に取り組んだ。この分野で家族計画に関する著作、結婚で結ばれた愛や賢明な親があり、13の言語に翻訳され、数百万部を売り上げるベストセラーとなった。ストープスはミュンヘン大学で知り合った藤井健二郎の帰国を追う形で、1907年27歳で単身来日した。 来日費用は、王立協会から北海道での白秋日市、植物探索調査の名目で支給された。東京大学で講義をし、小石川植物園に化石研究の施設を整える。一方、北海道で単身、化石採集を行った。明治時代の北海道を若い白人女性が、化石採集するのは、センセーショナルで、新聞に取り上げられ、警官の護衛がついたとされる。 対日中の記録は日本日記に残され、北海道以外に房総半島の旅行の記録や日本の風俗などが記録されている。富士井糸教著で白亜紀植物の構造と類縁に関する研究を発表した。この研究には白亜紀の単子葉類の脂肪の化石、クレトーパリウムが記載されている。対日中のエピソードとしては大使館の夜会に出るのに、 ピンクのドレスで自転車で出かけたり、日本科学界の重鎮、桜井城に男爵に可愛がられ、歌いの名手だった男爵から、脳の手ほどきを受け、脳の講演にも招待された。帰国後王立協会で脳の名作、隅田川を朗読し、日本の古典劇、脳を1912年に、ロンドンで出版した。ストップスは、植物の学名で命名者を示す場合に、 マリーストープスを示すのに使われる。ありがとうございます。